フェズのクスクスモロッコ料理は、地中海料理、中世アラブ料理、ベルベル料理とアンダルシア料理が元になっている。オスマン帝国の支配を受けなかったため、アルジェリア料理やチュニジア料理に比べて、トルコ料理の影響が少ない。モロッコ料理では、クミン、パプリカ、サフランがよく用いられ、ハリスサはクスクスに添える程度で、料理にあまり使わないためチュニジア料理ほど辛くない。 よく使われるハーブにイタリアンパセルやコリアンダーリーフがある。料理に干しぶどう、デーツ、アーモンド、レモンの塩漬け、オリーブをよく用いるのも特徴的である。当地中海地方のアラブ料理とは異なり、ヨーグルトの消費は少ない。主食は主にパンである。モロッコ料理では牛肉と羊肉が最もよく用いられる肉である。マグリブで育てられている羊の種類は 脂肪のほとんどを尻尾の近くに蓄える。そのため、羊肉特有の臭みはあまり強くない。鶏肉や鳩の肉もよく食べられる。南部ではラクダを食用とする。ミントと砂糖を入れた緑茶はとても人気があり、茶葉は中国緑茶の玉茶やチンマ茶が好まれる。マラケシュのタージーンとパンスパイスマーケット2010年、イタリア料理、ギリシア料理、 スペイン料理とともに、モロッコ料理が、地中海食として、国際連合教育科学文化機関の無形文化遺産に登録された。2014年、アルガンの木に関する監修とノウハウが登録された。ありがとうございます。